おはようございます。フォルテです。本日は、久しぶりに木枯らしを練習報告したいと思います。1日10分でも20分でもね、ちょこちょこ弾いてました。今ね、CD 制作のための練習でバラードとかばっか練習してるんですけども、まあ、木枯らしも練習仕上げるために、1日10分とか5分とかね、まあ、かじり程度で本当にガチガチしながら練習を進めて決まっちゃおう。結構時間かかりますよね。やっぱりね、こういう練習曲ってガッてやるのもね、いいんですけど、ガッてやっちゃうと、手が疲れるんですよ。一日中やっぱショパンエチュードとか弾いてると、さすがにね、疲れます。怪我するとか壊れる可能性もございます。ですので、一日中ショパンエチュードっていうのはね、あんまおすすめできません。負荷が大きいです。だからショパンも2分とかにまとめたんじゃないかなと僕は思ってます。さすがにね、ショパン様でもさすがにこれを30分間弾き続けると、ああ、疲れたってなると思います。僕はそれを察しました。何百年も経って今刺しました。そういうやっぱサボるためにこういうノクターンとか時々練習します。そしたら結構楽なんですよ。こうやって曲とかをね、やっぱりノクターンとかを練習すると気持ちがね、気分転換できるし、あとは結構手もね、癒し効果もあるし、そして自分の耳も癒し効果がある。これはもうリフレッシュ効果って呼びます。はい、それではストレスのかかるショパンエチュードを早速練習していきたいなと思いますよ。30時間は超えてると思います。
ということでね、結構これはやっぱ難しいんですよ。時間1時間集中して練習しようって結構やっぱ精神的にも体的にも体力的にも頭脳的にも音が多すぎて、何やってるか分からなくなったりとかするんでね、やっぱどうしても1日走る程度になったらね、やっぱこういう感じのスピードゆっくりになります。ゆっくりの、まあ、成長スピードなんですけども、まあ別にね、その僕はそんなに争う必要ないなと思ってるので、世の中の天才たちと、まあ僕は僕なりに努力できる範囲で頑張っていきたいなと思ってるんですけども、まあ前よりは上手になったんじゃないですか。まあ、結構でも、来ます。そして昨日ね、二頭筋のトレーニングしたんですよ。で、二頭筋のトレーニングしたことによって結構ね、腕じゃなくて二頭筋がこうやってね、こういう時に結構動かすと筋肉痛を発症されててね、疲れたのでちょっとプロテイン飲んでいきます。はーい、ただいまです。プロテイン飲もうと思ったんですけど、オイコスプレーン味1カップあたりなんと69カロリーしかなくて、ものすごくカロリーは低いですよね。しかもさらにタンパク質が 11.7、 結構良質なタンパク質が詰まってます。ほら、真っ白、味がないんですよ。いただきます。これ食うの結構辛いんですよ、味がなくてね。でもこれを頑張って食べたら上手になるんだ。よっしゃ、うまくなった。うまかった。オイコスも美味しかった。そして俺の演奏もうまくなった。どちらも掛け合わせると、ミックスというかけて絶対上手になったので、オイコスを食べれば超人的にうまくなる説。行きましょう。間違えました。すいません。全然関係なかったですね。皆さん、この、いつものパターン分かってきましたか。というわけで練習を進めていきましょう。まず聞いてて思ったのが、こういう動きが苦手です。こういう、こういう動き、黒鍵を挟む、黒鍵を挟むな。こっちやったら簡単なのに、こっちやったら難しい。黒鍵を挟むな。で、左手が、こうなる。これは難しい。これを一緒にやると。難しいね。ああ、出ちゃった、痛いよ。ああ、痛い。痛いの飛んでいけ。みんなに飛んでいけ。ピアニストはブラックです。まあ今後もね、こうやってじりじりじゃなくて、ダルダルじゃなくて、ドアドアじゃなくて、ダルダルじゃなくて、ちょもちょも、いや、ガチガチやらないけど、ちょこちょこ、あ、ちょこちょこ頑張ってね、木枯らしを練習していきたいなと思っています。皆さん今後もね、応援してください。今後もまあ頑張ってダラダラ行くので、まあゆっくりダラダラ見てくださいよ、この YouTube も。てなわけで、ここまで見てくれてありがとうございます。それではバイバイ。見てくれてありがとうね。良ければグッドも押してって。なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、マッチョ、マッチョ、ますますボイ。
マチョ